見晴らしがいいですね。この上になんか展望台があるっていうことでちょっと行ってみましょう。あ、もしかしたらこの下をくぐったら瀬戸大橋が見えるっていうような位置かもしれません。ちょっと行ってきます。あずま屋がありました。そのあずま屋の先に、石碑あるんですけど、手前になんと目の前に瀬戸大橋が見えます。ものすごい迫力ですね。ちょっと登るんですけど、だいたい先ほどの、喫茶店から5分ぐらい登ったところにあるこのあずま屋、そして瀬戸大橋、綺麗に見えます。はい、というわけで今日はね、時の回廊名曲喫茶ですね。本当に瀬戸大橋と鷲羽山ハイランド、この下は下津ですからね、比較的ねアクセスしやすいような、場所でございます。高速道路で来る場合は、小島インターで降りまして、ちょっと上に上がったところ、上上がって下に降りたところにありますので、ぜひ行ってみてください。非常に隠れ家的な感じなのと、隠れ家だけになんか独り占めできるようなね、こういう見晴らしのいい場所もあったりしてます。ぜひ皆さん行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。